この番組の提供はベネフィットワンでお送りいたします。Joy to the world, the Lord. 勝てる。いやいやいや。では月曜日、1週間月末の始まり、行きたいと思います。皆さん、今日も頑張っていきましょう。Let's go. だいたい髪の毛こんな感じでボッサボサになるんですよね。マジで。イエイ。ただいまの時間は約11時になっておりまして、とてももう日が1時間しかないような状態でございます。まあね、月曜日なのでトラブル続きだったんですけれども、今日もね頑張りたいと思います。じゃあお風呂入って寝ます。月末イエイ。この間作ったお好み焼き、違うお好み焼きじゃねえ、炊き込みご飯、できるだけ薄味に作っておいて後から塩味で調整をできるような環境にします。よし、帰り着きました。髪の毛ももう肌荒れもやばい状況です。月末はどんどん来てます。今はだいたい10時ぐらい、いつもこれぐらい、777777コッペパン。今日もお疲れ様でした。バイバイ。おはようございます。唇の色な、今日はちょっとシビアなシーンがあるので、なんとなくちょっとこんなかっちりめのかっちりめになっていますよ。じゃあ今日も行ってまいります。イエイ。私の残業年だからね。またミキが出てる。いつもミキしか友達いひんって思われんの、ね、そうだよ、ミキしかいないよ。じゃあミキティーラテにしようかな。いやでも牛乳は違うな。どうしよう。今日はこの秋ですね。どんな味なんやろう。顔のサイズ。こちらは、あーもう終わってる。うん、なるほど。どう、何味。なるほどね。リンゴ、こっち系か。あ、うまな、美味しいな。いやでもこのバランス良かったね、フェットチーニみたいな。うん、わしゃこれどっちも甘いわ。ではいただきます。美味しそう。
から飲ませて。めっちゃ野菜入ってる。すっごっ。うめえ。体に点滴？飲む点滴みたい。野菜がめっちゃシャキシャキで、なんか新鮮なのが伝わるし、何より味が優しい。とにかく優しくてめちゃくちゃ美味しいです。食レポになっているのだろうか。ライティングが暗くてごめんなさい。バイバイ。おはようございます。ようやく金曜日です。もう今週は変な疲れがすごいわ。今週も金曜日なので頑張っていきたいと思います。皆さんファイティン。私の金曜日、乾杯。1週間終わりました。今月はなんだか月末感がなかったですね。なぜかっていうと、途中からね、とてつもないハプニングが起きて、数字を追うというどころじゃなくなってしまっていたんですね。何語ということで、今日はビールとチーズとポテトチップスを食べてもう寝たいと思います。だいたい月末の、本当に月末の花金は一人で過ごすことが多いですね。疲れ切った顔してる。皆さんも良いお年を。バイバイ。映画を見て、そしてストレス発散をしたいと思います。新宿がストレス。だいたい映画は一人で見ますね。
新宿でこんな感じやってるから会社の人いたらマジ恥ずかしい。腹立たしい強欲な卑怯者め、歌舞伎町を愛する者から金品を貪る愚か者めが、うん、こうやって新宿では客引きの防止のためにこういうアニメーションチックな音声で客引きマンたちを追っ払ってるようです。やばい、12時半から映画なのに全然間に合わない。とても面白かったです。今からカラオケ館に行きたいと思います。私のリフレッシュはカラオケに限ります。1時間で、はい、30分。見てください、めっちゃ広いお部屋、一人でイエーイ、こんな感じでイエーイ、私の VIP ルーム的な入りました。ベネフィットワンで 30% オフです。イエーイ。この道路が歩行者天国になってるみたいですね。すごい歩かない、一人でカメラに向かいながら喋っている。なんかちょっといつも車通ってるからめっちゃ怖いんですけど、この道通り